メインイベント鈴木千尋選手 VS 平本ちゃん、この試合は楽しみでした俺マジで。だって UFC レベルだし俺のこと失神させれるぐらい強いって聞いてたからそりゃもうみんな希望を乗せてというかさ、日本の格闘技のもう未来を全て託せるようなそんな選手なんだろうなっていう、そのやっぱ試合前の盛り上げとかもさ、ほんと UFC 選手レベルだったから、もう期待にそのね期待を乗せてね、もうワクワクしながら見てたんですけど、入場の時から平本ちゃんがね、なんか子犬が怯えた目で入ってきたんですよ。本当にあれ同じ自信満々だったのに、ツイッターではね、ツイッターではすごい自信満々なのに、あれ現実になるとすごい本当に泣きそうな顔で入ってきたんで、大丈夫かな、ちょっとメンタル的に弱い人なのかなと思ったんですけど、まあまあまあ試合上がったらちょっといつもの表情に戻ってね、まあいざゴングということで、まあ序盤からパンチで詰めてって、あのジャブジャブストレートみたいなのを当ててね、まあおーいいねいいねいいねと思ってたら、パンチもらって強烈なあの膝ついてましたね。強烈なパンチを食らってよろけて、でそっからなんかまあでもそこは鈴木選手もやっぱ打撃強いから、まあ、なんか面白いなと思って、打撃の勝負面白いなと思ってたんですけど、組になってから簡単にぶん投げられまして平本ちゃんで、背中をべったりつけてももう何もしないんですね。この人エビできないのかなと思って、まず平本ちゃんエビ多分知らないんでエビ多分知エビは知ってるじゃん、エビ知って知ってても、ま、エビ知らなかったじゃん、普通に、ね、もしかして UFC レベルのエビも知らないのかなと思ってエビも教えてもらってないかなと思ってマジでと思って、でもなんかそのねえ なんかとんでもない秘策があるのかなと思って、その、はい、エビとかじゃない、もう新しい技を開発してきたのかなと思って、平本ちゃんが寝技の、だからその期待してたんですけど、普通に何もしないんですよ、はい、下の展開からマウント取られて、でバック向いて立ち上がったんだ、でそこであの立ったままバック疲れた状態で終わったんですけど、なんか組の対処も常にほぼほぼ8割はの教えられた状態で、何もしないし、テイクダウン取られても何も動かないしっていう、彼ね一昨年もやってるんです同じこと、もう俺は強すぎる最強だみたいなことを言って、今日は俺の日になるみたいな流れから萩原恭平選手に何もできずにボコボコにされたんですよ。で、まあ、今回1年ちょっとね幻想をまた膨らませてきたと思うんですけど、また同じ展開になってるやんっていうか、そのあんまり成長してないなっていうのが、まあ俺の正直な意見で、これ大丈夫かなっていうのは思ってたまま、その2ラウンド目行ったんですけど、まあ、2ラウンド目行ってすぐね、また打撃の展開とか、やっぱ打撃パンチ上手くて、結構回転早くコンパクトにさ、あの詰めてくんだけど、すぐ組みつかれちゃうんですよね。で組みつかれちゃったら壁まで追いやられて、展開変えようとか、その組んで逆に相手をまたロープ際に押し付けよう、まあ、それはちょっとあったけど、それ以外ほぼほぼなくて、なんかずっとこうやって立ってるんです。でまあ鈴木選手もちょっと疲れ始めてんだよその辺から、なんかこう組んだままパンチとか打ったりするんだけど、まあその展開が結構長く続きまして、組み合ってもずっと続くみたいな感じ で展開がなくて、でまあブレイクかかって始まると平本がって感じで行くんですけど、すぐこう組みつかれて、うん、同じ展開やみたいな、ずっと、ね、でなんかね蹴り一切出さないですよね平本が。多分蹴り足取られたりとか、蹴った時に滑って転ぶとか、そういうリスクを取りたくなかったのかわかんないですけど、まあ蹴りも使わないから相手はもう普通にタックル入りやすいわけよ。パンチだけで来るから、こうまっすぐな、でアッパーとかも打たないからボディもあんま使わないし、
で、その展開が最後まで続いちゃって、終わりましたと。まあ、そんな展開、そんな試合内容なんですけど、いやー、俺がっかりしちゃったなー、ちょっと。正直。もっちゃんには。もっちゃん。もっちゃんにはちょっとがっかりしたな、俺。なんかさ、うん、そう、寝技とかってやっぱあんますぐ強くなんないからさ、ね、周りもさ、周りでさ、持ち上げすぎないよね、なんか。で、俺思ったんだけど、平本ちゃんはね、多分都合のいい練習をしてると思うんだよね。俺の推測よ、これ。俺、平本ちゃんって多分マセスパーだとめちゃめちゃ強いと思うよ。なぜなら目がいいから。で、マセスパーだったらさ、なんていうの、距離の取り方がそのガチの時より遠いんよね。だからタックルも全部切れるだろうし、遠い距離でもう反応したタックルの切り方だったら結構タックル取りづらいよね。だからガチになるとめっちゃ距離も近づくし、例えば平本のこのパンチも結構避けられた時に、本気の時ってグイーンって前に行くじゃん。その時にタックル入られるのと、マスの時のこのスパーの時に入られるのと、体のそのなんていうかな、前に行く反動が全然違うから、マスだとよっぽど取られにくくなるんですよね。だから俺多分マススパしかしないんじゃないかなっていうか、ガチガチのなんかもうぐちゃぐちゃになるスクランブルみたいな練習で総合のスパーリングを3ラウンド連続とかやってないんじゃないかなと思うんですよね。おそらく多分1ラウンドだけの、1ラウンドやっては休憩して、でまあ7割ぐらいの感じのスパーリングしかしないんだろうなっていうのが印象で、俺気づいてましたけどね、試合前から UFC レベルとか言ってたから。だったらそういう練習してんだろうなっていう、うん、だけど本当にね、もっちゃんに大事なのは結構ガチスパーに近いスパーリングを3ラウンド連続とかでやる練習なんですよ。その中で例えばじゃあマウントから立てなかったとか、マウントから返せなかったとかさ、そういう展開が多分出てくると思う、3ラウンドしたら。その時に1日1個さ、これはこうしたらよかったんじゃないかとかさ、一つずつ復習していくのが一番近い、平本ちゃんが一番強くなる近道なんだけど、気持ちいい練習しちゃってると思うんだよね、俺。おそらくね、試合経験が少ないのが原因だって言ってたけど、それだけじゃないっすね。練習方法が多分良くないなっていう。いやー、次はもう一年チャレンジの西谷くんと試合してもらいたいな。西谷くん勝っちゃうんじゃないかな、多分。俺の予想だと。まあいい勝負だけどね。まあ試合バンバンやるみたいなこと言ってたんで、もっちゃんも。まあなんか、あんまり、連敗しても良くないし、この間相手とやるべきだと思うから、うん、まあ、西谷くんぐらいが一番ちょうどいいというか。か、俺かんすか。佐々木くんはだって、あれじゃん、膝壊れてるじゃん。そうなんですけど、まあやるったらやりますって感じですかね。ぶっちゃけエビができないから勝てると思ってます。いやいや、そんなことないですよ。まあでもね、まあ、佐々木くんじゃテイクダウン取れないと思うよ、俺。鈴木選手は打撃があって取れてるから、うん、うん、まあただ鈴木選手もね、言っちゃ悪いけど、テイクダウン能力その強くないし、萩原選手は強くないし、本当にフェザーのグラップラーとか、まあ、トップ前線にいる人たちのテイクダウン能力って全然レベル違うからっていうので、まあもう話にならないですね、今やっても。正直、まあ、それはみんな試合見て分かったと思うけど、まあね、だからちょっと平本に強く言える人が必要っすよね、周りに。まあ、俺なんか練習したらめちゃめちゃ強くする自信あるよね、それこそ。もっちゃんを、まあ、絶対ささすがに来れんけど、一番強くするできる自信はある。まあでもまだ23歳で、鈴木選手も22歳ですから若いからね。まあ今後もっとね強くなって日本の格闘技の未来をね担っていってくれる存在だったらいいっすけどね。